さん、こんにちは。鹿児島国際大学3年の古市真です。本日は株式会社迫田さんにお邪魔しています。それでは取材に行ってみましょう。株式会社迫田。株式会社迫田は、すべてはお客様の満足のためにを企業理念に掲げ、鹿児島でスタート。現在では福岡、大分、熊本、鹿児島に8店舗を構え、家具のみならず様々な生活雑貨の販売を行っています。最初に入社するきっかけと決め手を教えていただけたらありがたいです。はい、入社するきっかけはまず福岡出身の私なんですけども、福岡でも迫田の CM が流れてて、でそれでまず企業さんっていうのは知ってたんですけど、大学の就職の時期になって、家具とインテリアに興味があったので、そういうのを企業さんをいろいろ調べてる中で、会社説明会を受けた際に社員の人柄に惚れまして、結果的にどの面接でもいろんなお話を伺うことができて、自分が面接にこう行ってるのにすごいためになったなってすごい感じた会社だったので、そういうのも決め手になって入社を決めました。就職されてから気づいた迫田さんの強みを教えてください。私が思う強みは2点ありまして、1点目は知名度というところで、迫田の歴史も今結構長くなってきて、家具といえば迫田と思い出していただけるくらい知名度を持った会社になっているので、欲しいってなった時に一番にご来店していただけてるのかなというふうなのを強く感じていまして、また特に家具を買いに来られたお客様っていうのは、商品の知識っていうのはなかなか一般のお客様が持つっていうのは難しいところでありますので、接客を通してお客様に一番最適な家具を提案できるっていうところが一番の強みかなと思います。大学生とか就活生に一言お願いします。はい、大学生はやっぱり自分が選択したことができるっていうのが一番の強みだと思うので、自分がやりたいって思ったことはとりあえずやってみる、やって合わなかったらやめたらいいと思いますし、あったらあったりそれを好きなだけ時間をかけて極めるれる唯一って言ってもいいぐらいの時間だと思うので、大学生の皆さんには大学生活をしっかり楽しんでもらいたいなと思います。就活生にも同じことが言えると思うんですけど、自己分析の大切さをすごい就活を始めると感じると思うんですけど、自分と向き合う、今までこう学生の中でやってこなかった部分まで向き合っていかなきゃいけなくて苦しいところもあると思うんですけど、そういう機会がないと多分自分のことって見つめ直さないと思うので、自分としっかり向き合って自分は悔いがないかなっていうのを問いながら、自分が納得する終わり方であればどんな終わり方でもいいかなと私は思いますので、就活生は頑張ってくださいと言うときます。本日は株式会社迫田の高尾さんにお話を伺いました。迫田さん、ありがとうございました。